ケデセレステンズ・アベックル・ポーン・マリエは、フランス・パリのセーヌ川に架かる橋である。パリ4区内の三類島とホテルド・ビル通りを結んでいる。1635年に完成したパリで最も古い橋の一つで、1887年2月10日、歴史的記念建造物に指定された。三類島の開発のため、1614年に、 着工され1635年に完成。名前は開発を手掛けたクリストフ・マリーから取られた。開通後しばらくして、クロード・デブレの設計による住居50棟が橋の上に建築されたが、1769年に、橋梁上の住居が禁止された後1786年に取り壊された。1658年にセーヌ川の洪水により、 南側にあった二つの橋が押し流されており、1660年に大体となる目標が架けられたが、石像橋の架橋は、コルベール出現後の1667年まで待たなければならなかった。オステルリッツ橋、シュリーバシマリー橋、ルイ・フィリップ橋、サンルイ橋、アルコル橋、ありがとうございます。